ここから自分の心の中に入って、だから名神ちゃんはどうなのよ。はい、心の中に入ります。ぴったりぴったり入った。ここであなたの心が見えるのよ。上へ行ける道を探して、これは心の深いところまでルーさんをなんとかかんとか。怪しげな、うわ万年筆になってんな。おー、なるほど、主人公の心の中の世界だから、脚本を書いている主人公のその何価値観というか、そういうのが世界に反映されているのか。ドゥーさんの魂はそこの中にあるわ。この後魂を使って自己観能に接触するのよ。何言ってるかさっぱり分からねえね魂を使って接触するってどういうことやうわ、トゲトゲだな。扉が見えた？見えた。扉の向こうで頼れるのは己のみ。何が聞こえても相手にしないで。何かあったら自己観音の心情を唱えるのよ。はい、開けます。チューリップの模様があるな。これ名神ちゃんの部屋？違うよな。おい、ドゥフォン、ドゥフォンユ、こっちを見ろ、私だ。相手しちゃダメって言われているから。何年も会ってないから忘れたか。誰だ、あの花を覚えているか。チューリップ、私が植えたあの花だ。女の子はあの花が大好きだった。毎日ずっと花を見つめていた。花びらが一枚散るたびに、あの子は自分の爪を剥がし花びらの代わりにした。怖っ。花の色が褪せ枯れてしまうと、あの子は自らの血で水をやった。小さな花はようやく果実を実らせた。あの子は花をこんなにも 大切にした、うん、だがな、花は所詮花に過ぎない。果実の重みに耐えきれず、やがて押しつぶされて死んでしまった、うん、無念だろう。だからこれはあれだが、私たちは作者だ。そうだろ、名神ちゃんに押し付けてたプレッシャーみたいなのを言ってんのかな。今ならまだあの子を助けられる。行けよ、扉の向こうだ。果実の重みに耐えきれずっていうのは、希望を取り戻せ。その果実っていうのが、リホーさんと主人公が名神ちゃんに託していた夢みたいなもので、で名神ちゃんはその花で、その夢の重さに耐えきれず、プレッシャーの重さに耐えきれずみたいな、潰れてしまったみたいな。そんなわけない、綺麗に咲いたのに。変なこと言うな、パパはすごいんだよ。パパはすごく優しいんだから。世界で一番パパが好き。何があってもパパが一番。履かせるおむつムーニーマンみたいなお外へ行きたいな、連れてって、連れてってよ、連れてってってば。ここから出してよ、パパ。パパどうして無視するの、お願い、うん、お外で遊ぼう、連れてってよパパ。お外へ行きたいな、うん、お、あ、なるほど、真珠を唱える。大事大秘、自己観音、自己観音。はい、出た、自己観音、法芸、都政、霊剣、司法。ルーさんの、強い一念が魔性を退けて、自己観音がお姿を現されたわ。名神の魂はここにいるわ。誠心誠意発願して名神を助けるのよ。法先生は結局何者なんだ。いい人なのか悪い人なのか分かんねえけど、でも法先生を心酔してしまったがために、リホーさんは愛想尽かして、うん、でも名神ちゃんの病気が結局何だったのかっていうのが、さあ名神ちゃんいるな。これ何？あ、スプーン持ってる。スプーンください。なんでスプーンだなんでスプーンなんだ。え？
マナ娘ドゥ迷信読めねえ精神惑わされたり我が光を捧げマナ娘に尽きたる暗雲を払いたまえ。これ自害すんの？はい。スプーンで？うわ痛い痛い痛い。スプーンでやんの？なんかナイフとかフォークとかならわかるけど、スプーンなんだ。これ何をしてんの今？何どうなってんのこれわかんねえ置いてけぼりになっちゃってる。何自分の中にある悪霊を取り除くみたいな感じで自傷行為でもしたのかな。あーわかんねえな。とりあえずまたあっち行ってみるか。メイシンちゃん立ってるな。はいはいはい。なんでスプーンだったんだろうさてじゃあまたこの階段登っていきますか。うん、結局メイシンちゃんの病気何だったんだろうってさっき言いかけましたけど、うん、リホーさんねえいつぞやのパートでリホーさんもおやらしいことをしていなかったみたいなことを言ったけど、それはただ単にメイシンちゃんが父親っ子っていうだけであって、リホーさんは家族のためにちゃんとがんバールだ今度家族のために頑張っていたっていう感じなのかな。ただこの自己観音大使っていうやつを信仰してしまったがために家庭が崩壊して、これ本当にバールか。バールじゃねえな。これでまたえぐんの自分の首を。マナ娘デュー迷信因果因縁の報いを受け声枯れし自負ドゥフォン発願す。我が舌を捧げ、マナ娘の正当な歌声に捧げる。はい。うん、まあ、迷信ちゃんの声が出なくなったっていう、声が枯れたっていうのは精神的なもんであれば、うん、まあ、父親由来なんだろうな、多分。父親の異常、異変によって、で、あと家庭の喧嘩。リホーさんと、うわちぎった、長ベロ長。そしてリホーさんと主人公の喧嘩とかで声が出なくなったっていう感じなのかな。うん、まあでもそれを受けて主人公はこれだけ後悔しているっていうことなのかな。メッシの魂はもう帰ったわ。次で最後のガン立てよ。初めの場所で儀式を終わらせて。初めの場所ってどこ？あそこ？もう首も切った、舌もちぎった。次はどうすんの？ここ？ここでいいの？はいはいはい。まあでもこれ精神世界だから実際の主人公の体に異変はないよな。あるのかな？連動してんのかな？あ、ハサミだ。どんどんちゃんと鋭利になっていくな。まあ、とりあえず今この儀式を見守るだけですけど、手首か今度は。うん。アナ娘デューメイシン、因果因縁の報い受け。翼を折られし自負ドゥフォンを発願す。我が心血を捧げマナ娘の飛躍を乞う。はい、心血捧げましょう。手のひらか、手首じゃなくて。手首のが血出るんじゃないの。あんまり血出てねえじゃん。あ、溜まってるな。最後に精神誠意、叩き頭。自己観音大使が答えてくだされば全てはうまくいくわよ。
大事大非自己観の大事大非自己観の、うん、で元の世界に戻る。今のなんだ、灰皿か。ここどこだ。これ今までの世界になかったよな、この。ん？ここはどこ？ん？どこだ、ここは。え、あの部屋？あの部屋なのかな？やけに狭いなって思ったりだとか、あとここの扉、あ、塞いでんのか？ん？それとも、いや、全く違う場所だな、ここは。うん。全く、いや、一緒か？いや、わかんねえな。ここずっと開かなかった扉がありましたけど。ん？どこなんだ、ここは。はい。限度位の結果。中洲、中洲、中洲、中洲が見える。水と関係する。蓮の花、患者の霊界での魂と結びつける。花が水がめに沈んでいくのが見える。患者は浴槽に浸かる必要がある。血液を皿に入れる。浴槽の中に酒を入れる。あー、なるほど、なるほど、なるほど。今までの描写の真相か。水と関係する、うん、患者の霊界での魂と結びつける。うん、患者は浴槽に浸かる必要がある。浴槽に酒を入れる。水を継ぎ足してはならない。先生の助言。酒は血行を良くし、体を温め、不要な水分を取り除く効能がある。酒場じゃねえや。酒湯は体にいい。薬種に生きた蛇を漬け込むと、薬効が向上し、全身の経路が、経絡の流れが良くなる。気炎がありその酒で酒湯をした場合、自己観音大使から蛇の精液を分け与えられ、仏法の力を全身に巡らせ病気を一掃できる。儀式の方法、発願者は名線で両目を覆い、霊界での魂と自己を結びつける。酒を一壺用意するが、酒に水を継ぎ足してはならない。高橋酒などの強い酒が好ましい。レーダーを入れる。発願者は自分の血液を瓶に垂らし、魂を持って魂に変える。患者を浴槽に入れさせる。患者を浴槽から出して、身を清め、自己観音像の前でひざまずき祈り感謝する。患者が回復すると自分で起き上がれる。他の者は儀式を邪魔したり中断させてはならない。これ途中で、これ患者を浴槽に入れさせるで止まってるな、チェックが。溺死したとか言うなよ、これ。この意味不明の儀式きっかけで名神ちゃんが溺死したとか。カウンセリング記録。これどっかで聞けるのかな？うん、穏やかじゃねえな。ここの部屋ずっと気になってたんだよな。いや、この部屋、ここが、元の世界と同じ場所なのかどうかわかんないですけど、元の世界でいうここの部屋とかずっと気になってたんですけどね。窓越しに、うん、この中にずっとリホーさんが閉じ込められていたみたいな感じでもあったから、あの怨念みたいなのが、まあ、でもこれ全く別の場所なのかな。これホー先生の部屋ひょっとして。ちょっとこっちも調べれそうだな。寒冷術、玄土井、権土井、玄土井通例。寒冷術とは、一種の伝統的な儀式である。霊媒師の引導を通して呪文を使って人間の魂を霊界に招き入れる。玄達球とは、人間の体内にある意識空間を指す。玄達球を観察することで内在する神性と体内波動を整えられ、自身の運勢を予測して変えることができる。神のお言葉を聞くときは、自分の住所、生年月日と出生時間を書く必要がある。儀式の指導者に質問の回答、方向指示をしてもらう。
仕事、運勢、健康など何でも尋ねられる。家族に重病人がいる場合も方法を尋ねて病気を改善、完治させたりできる。それをさっきやってたのね。なるほど。で、他に調べれそうなものはないな。じゃあ向こうの部屋になんか調べれそうなものがあったんで、こっち行ってみましょうか。こっちだったっけ？これか。はい。これで、これカウンセリング記録聞いてみましょう。何が起きていたのか。イエスさん、もう一度言って。イエスさんは誰？祈願後には心身が楽になれるわ、なるわよね。とても。ただイエスさんってホウ先生のこと？何か？ごめんなさい。でも、なんというか、うちの息子には効果がないのでは。息子はもう浪人2年目です。毎日祈っているのに成績が悪いままなんです。お布施を増やした方が、祈祷でも何でも頑張りますから。どうしたらいいか教えてください。心配しないで、必ず方法あるわ。お願いです、先生、教えてく。まあそうだろうな結局この自己観音なんちゃらってやつは意味のない。あ、続きあるのか。この方法本当に効き目あるの？あるわよ、絶対絶対に効くわ。独居もしてるのに、あの女離婚しようとしないの。私、あの人と二人で独居してるのに。独居？独居は誠心誠意しないと。してるわよ。本当に独居したし、お金も払ったのに。どう？はい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 。効き目がない人がたくさんいますよっていうことか。悪徳宗教、こんなお札何の役にも立たない。今録音してるわよ。10年間も毎月大枚はたいて、どんなこともして、自己観音は何でも叶えると言ったよな。父もそれを信じて抗がん剤をやめた。あと2年生きられると言ったな。なのに父はもうこの世にいない。説明書さもないと。その要領で名神ちゃんもっていうこと。早く気づくべきだったな。まあでも、ハマったもんが、こういう宗教にハマってしまうと、そう簡単には抜け出せないっていうのも、仕方ないっちゃ仕方ないことなのかな。宗教にハマったことはないけど、そういう心理状況っていうのも理解できなくもないというかね。ああいうのって恋煩いみたいなもんですからね、宗教にハマるっていうのは。感情がある以上、どういう人でもハマってしまう危険性はあるのかなと僕は思っていますけども。で、あと調べれそうなものがないな。テープももう終わったし。もう一回調べると何かあるとか、っていうわけでもないよな。外に出りゃいいのかな？出るか？出れるのかは、あ、ドアが半開きになっている。出れるのかな？出れそう。これはまたあの空間に行くのかな？いや、階段の影が見える。